今回ですね、テレビ番組の制作現場に、ケイロスを用いましたブロードキャストアザサービスというリモートプロダクションを、用いた実証実験を行いました。ケイロスは ITIP を活用した映像制作のプラットフォームです。映像制作におきましては、やはりリモートで行いたい、それからさまざまな多彩な入力に対応したいということから、それをソフトウェアで実現し、開発をしてまいりました。今回はですね、AV に強いパナソニックと、それからネットワークに強いソフトバンクが協力して実証実験を行ってまいりました。映像処理装置をですね、データセンターといった離れたところに置くことによりまして、リモートからアクセスして、どんな時でも誰でも扱えることを目指したサービスとなっております。我々のカメラレコーダー AGCX350 を用いて、事前のロケ取材からスタジオ撮影までを行っております。スタジオ撮影ではカメラから IP ストリーミングを直接出力しまして、データセンター上でのスイッチングを行っております。これによってリモートプロダクションの映像制作を行いました。また事前撮影したデータをクラウドに転送して、クラウド上で編集ができますし、スタジオ撮影のデータもすべてリモートでアクセスすることができます。こういったようにリモートプロダクションをすることによって、さらなる効率化と、それから密を避けた映像制作というワークフローが実現できると考えております。我々ソフトバンクはネットワークを提供する事業を行っている会社です。 IP 技術を利用して映像の伝送や中継といったところにおいて新しい価値を提供していきたいと考えております。パナソニックさんはケイロスという新しい製品を出してこられているんですけれども、こちら我々非常に強い興味を持っておりまして、これから IP を使った映像制作の方に大きなゲームチェンジャーになってくるのではないかというふうに考えております。我々はこういった新しい IP の技術を利用した映像機器と我々の通信技術というものを掛け合わせることによって、新しいサービスといったものを制作会社の皆様にお届けできるのではないかというふうに考えております。ネットワークの品質といったところが重要な要素となってくると考えておりますので、今後展開される 5G といったところを利用することによって、パナソニックさんと一緒に課題を乗り越えて商用化にこぎつけていきたいと考えております。ブロードキャストアザーサービス、この新しいサービスにおける映像制作業界へのお役立ちは3つあると考えております。1つ目はこの集中型のオペレーションから分散型のオペレーションになることにより、より効率化がかかりコストダウンが進むこと、そして3密の象徴であるようなこの映像制作現場の働き方改革に貢献することです。2つ目はクリエイティブ人材の有効活用です。移動時間や編集時間の待ち時間をよりクリエイティブな時間に活用することによって、また素材をクラウドに上げることによって、その二次活用、三次活用によってより良い映像、よりクオリティの高い映像を作ることが可能になると思います。3つ目は、従来このような制作におきては大規模な投資を自社でする必要がありました。これを非例化することによりまして、資産圧縮、放送局やプロダクションの経営貢献がすることができます。 IP、クラウド、5G、 このような時代でクラウドプロダクションができる環境はますます整っていくと思います。そして活用シーンも、映像を表現するようなステージング、このような活用シーンにも広がっていくと思いますので、映像制作現場の現場プロセスイノベーションを通じ、世の中が明るくなるような、より良いコンテンツが溢れるような社会にできるよう貢献していきたいと思います。パナソニックは100年間ものを作ってきていて、カメラ、スピーカー、プロジェクターといろいろなプロダクトで制作現場の皆様にご貢献、お役立ちを続けてきたんですけれども、このケイロスという新しいソフトウェアベースのプラットフォーム、これを使うことによってですね、新しい社会、ニューノーマルの中でですね、制作のワークフローを革新したいということを信じてですね、おりますので、ぜひともこれからのパナソニックよろしくお願いいたします。
Panasonic